転校してきた時からずっと気になってた。今まで勇気が持てなかったけど、俺は君吉のことが好きだ。なんか夏美とっても嬉しそうだね。そんなことないよ。何を言っても右から左。夏美ったら超幸せってな顔してるよ。でもさ、夏美は転校してきてからずっとどっかちょっぴり不安そうなとこあったからね。夏美の幸せそうな顔見てると私も安心するよ。そうかな。本当？もちろんだよ。何度も言ってるでしょ。私は夏美の一番の友達のつもりなんだからね。ありがとう、千里ちゃん。でも、アキラだけじゃなくて、私たちもちゃんとずっと大事にしないと許さないからね。浮かれて私をほったらかしになんかしたら、寂しくて化けて出てやるぞ。幸せな顔のまま気絶してるんじゃないよ、この両思い娘。おーい、タナコちゃん。おいっす、お待たせ。なんだ、千里か。びっくりした。タナコちゃん、遅くなってごめんね。ううん、大丈夫だよ。私もさっき着いたところだから。さ、じゃあ行こうか。夏美がうーんと元気が出るようなところに行こう。悩みなんか吹っ飛んじゃうような甘いアイスはどう？おいや、今日は夏美のおごりの約束だったよね。そんじゃ遠慮なく盛大に食べるぞ。賛成。アイス行こう、行こう。ん？
しかしてさっきなんかあった？え？なんで？いや、さっきまでしょんぼり落ち込んでた人が今は幸福の絶頂みたいな顔してるから、なんだなんだって思ってさ。そうかな、気のせいだと思うよ。夏美ね、アキラのこと好きなんだって。そうなんだ、夏美、アキラちゃんのこと好きだったんだ。ふーん、そうだと思ってた。それで？そのことと待ち合わせに遅くなったことと何か関係があるの？遅れたの？あ、アキラちゃんのこととは関係ないんだよね。じゃあなんで遅れたの？教えてよ。理由あるんでしょ？それは、宿題の後を忘れちゃって、それで取りに戻って。サトちゃん、夏美はほんとおっちょこちょいなんだから、もう忘れ物なんてしちゃダメだぞ。
でも宿題ノート忘れたこと途中で気づいてよかったね。あ、本当に。ねえ、千里ちゃん、東堂くんのことだけど、もしかして…はいはい、夏美、浮かれる気持ちはわかるけどさ、そればっかりってのも私どうかと思うんだけどな。千里ちゃん、私、そんなつもりは。はい、おしまいおしまい。今日はその話はなし。いいね。早く行こう。アイス付き始めだから新フレーバーが出てるかもよ。たまこちゃん。夏美、私たちは何があっても味方だからね。あんたの恋応援してるから頑張んなよ。うん、ありがとう、たまこちゃん。あれ？夏美、また元気なくなっちゃった。大丈夫？気分悪いの？うん、平気平気。最近ホルモンバランスがおかしいのかな。急に楽しくなったり落ち込んだりしちゃうみたい。何それ。それってもしかして夏美更年期障害なんじゃないの？やっといつもの調子に戻ってきたね。夏美、進路相談で悩みすぎてちょっとおかしくなっちゃってたんだよ。そうかも。
将来のことなんて考えたってしょうがないよね。進路のことを考えるのは今日はもうおしまい。さあ、アイスアイス。私、ミントチョコとバナナ&ストロベリーのダブルをワッフルコーンでお願いします。やっぱり最高だよね、ここのハニークランチって。ハニークランチと、もう一つは新発売のやつ。そうそう、ウォーターメロンリボン。こっちも美味しいけどね、やっぱりハニークランチは外せないよ。そうかな。私はスイスチョコレートファッジが一番好き。夏美は？私はミントチョコが一番好き。ミントチョコなんて古臭い味、よく飽きないね。え、古臭い？ミントチョコって古臭いっていうか田舎っぽいよね。なんていうかパッとしなくない？昔からどこにでもあるしさ。ハニークランチとかベリーベリーチーズケーキとかって絶対に東京とか全世界でも都会にしかない味だよね。そうかな。そうだよ、新しい味を探して開拓してどんどん極めていく、これが流行の最先端の正しいあり方だね。ねえ、夏美がこっちに来る前にいた町ってどんなところ？え？ほら、自己紹介の時に前の町の名前言ってたでしょ？あの時はいまいち聞いたことなくてスルーしちゃったけど、一度聞いておきたいなって。おお、そうだそうだ、私も聞きたいな。ね
どんな感じなの？ね、以上のご連絡の通り、獅子骨市と周辺にお住まいの皆さんはどうぞ冷静な対応をお願いいたします。夏美？繰り返します。本日未明、獅子骨市雛見沢地区で大規模なガス災害が発生、死者行方不明者が多数出ている模様です。現在のところ生存者は見つかっておりません。夏美？どうしたの？大丈夫？このニュース、夏美と何か関係あるの？ううん、なんでもない。ごめん、用事思い出しちゃった。私、帰るね。夏美？うん、ごめん。平気だから。現在もなお、雛見沢地区は混乱の渦中にあり、身元不明の遺体が続々と雛見沢地区営林署へと運び込まれております。ただいま。ガスは隣接の沖宮町へは拡散していないものの、周辺地域には依然として厳重警戒態勢が敷かれており、事態は先行不透明な状態が続いております。
母さん、おばあちゃん、ただいま。出かけちゃったの？何度もお伝えしております、日南沢地区ガス災害のニュースです。6月22日未明、獅子骨市日南沢地区において火山性ガスが噴出いたしました。もう出かけるなら鍵くらいかけていかないと不用心だよ。ここは沖宮じゃないんだから。事故現場である日南沢地区の住人は全世帯生存が絶望視されております。電車が来ないんだよ、どうなってるんだ。交通規制とやらで車は出られないし、どうやって街から出るっちゅうんだ。今のお気持ちをどうぞ。あんたらは何？ヘリで来たの？乗せてってよ。ここから出なけりゃ俺たちまで毒ガス吸って死んじまう。現地は混乱を極めているようですね。以上、沖ノ宮の駅前から中継いたしました。何これ？これはたたりなんだよ。おばあちゃん、いるなら返事くらいしてくれても。お父さんも帰ってたの？こんな真っ暗な部屋で何してるの？テレビ見るなら電気くらいつけないと。お帰り。あ、うん、ただいま。おかえりなさい。お母さん。ひどい災害ね。お母さんもびっくりしたわ。あ、うん。お母さん、テレビ、日南沢って。ええ、見たわ。なんでも、夜中に火山性の毒ガスが湧き出てきて、村の人はみんな寝ている間に亡くなってしまったそうよ。そんな毒ガス、どうして突然？さあ。世の中には恐ろしいこともあるものよね。ガスが広まったのは午前2時頃だって言うじゃない？そんなのあったらうちだって一コロよ。
おばあちゃん。これはたたりなんだよ。ひなみざわ村。ほら、おばあちゃんの本家がある村よ。君吉家の親戚もたくさんいたのに。おやしろ様、おやしろ様、おやしろ様。たたりだの、おやしろ様だの、バカバカしいことばっかり。お母さん。いい加減にしてください、お母さん。そういうカビ臭い考え方をうちに持ち込まないでください。おやしろ様、おやしろ様、おやしろ様。念のため雛見沢と沖ノ宮の親戚に電話してみますね。お父さん、ねえ。ちょっとコンビニ行ってくる。おやしろ様、おやしろ様。おばあちゃん、ねえ、おばあちゃんってば。おやしろ様、おやしろ様。ねえ、おばあちゃん。うん、よかったよね、私たち。沖ノ宮から引っ越してきてなかったら、今頃私たちも事件に巻き込まれていたかもしれないもんね。運が良かった？夏美ちゃん、それは違う。そんなこと、口に出しちゃいけないよ。これはね、夏美ちゃん、たたりなんだよ。お社様のたたり、お社様のたたり。お社様って、うちの神棚に祀ってある神様のことでしょう。でもおばあちゃん、その神様はうちの守り神様で、たたりなんか。お社様はお怒りになっているんだよ。ご利益を捨てて
信仰を忘れた不心得者たちに対してね。そして私たちのようにひなみ沢を捨てた者にも。捨てた？そんなのおかしいよ。だって私たちは。夏美、やめなさい！もうテレビなんてよしましょう。ご飯にするわよ。さて、今回の有毒ガス事件ですが、ひなみ沢地区ではすでに村の守り神のたたりとして伝承で予言されていたと言われています。くだらない。沼から有毒ガスが発生しただけじゃない。たたりなんて話、まともに取り上げるマスコミもどうかしてるわ。お願いです、お社様。我が家をたたりからお守りください。おばあちゃん。ねえ、今日の夕ご飯は何だろうね。ね、おばあちゃん。夏美ちゃん。え？夏美ちゃん、よく聞いて。あ、でもおばあちゃん。やめようよ。もう夕食でしょ。後でゆっくり聞くからね。夏美ちゃん、お社様のお怒りに触れてはひなみ沢の人間は誰も生きてはいけないんだよ。おばあちゃん、私お母さんのお手伝いをしないと。ごめんね、おばあちゃん。私、行かなくちゃ。夏美ちゃん？ひなみ沢に少しでもゆかりのある人間はみんな生きていけないんだよ。お社様のお怒りに触れると沼から正気が吹き出して村を飲み込んでしまうんだよ。あ、離して。おばあちゃん、もういいって。夏美ちゃん、ちゃんと聞いて。
これはお社様のたたりなんだよ。たたりなの。やめてってば。いい加減にしてください。春子。お母さん、早くご飯食べてください。片付きませんから。だから、私は反対したんだよ。雛見沢を離れるのは。だから私は嫌だと言ったんだ。またその話ですか。そのことは十分に話し合って、お母さんも納得したでしょう。納得なんて、春子。お前が勝手に話を進めていったんじゃないか。そんなに嫌なら、お母さんだけ沖宮に残ればよかったんですよ。なんならお母さんは私たちにくっついてこないで、雛見沢の実家に帰ってしまえばよかったんです。お父さんの栄転なんだから、私たちは引っ越さないわけにはいかなかったんですよ。何度同じこと言わせるんですか。いい加減にしてください。罰が当たったんだよ。雛見沢の人間は、何があろうと雛見沢を離れちゃいけなかったんだよ。お母さんは雛見沢の人間かもしれませんけど、私たちは違うんです。雛見沢とはもう関係がないんです。春子、あんた罰が当たるよ。そんなこと言ったらお社様にたたられるよ。またお社様ですか。あんなの迷信だって沖宮に住んでいた人たちはみんな言ってましたよ。バカバカしい。そんなことはない。お社様は本当にいるんだ。実際に見た人だっているんだし、それにうるさい！たたられるよ。あんたはたたられてしまう。春子も夏美も君吉の血を引く雛見沢の人間なんだよ。お社様のたたりはあんたたちにも。やめてくださいって言ってるでしょ。それならお母さんだけでも
今すぐにでも沖の宮にでも雛見沢にでも帰ったらいいじゃないですか。一人で介護施設に入るのは嫌だって無理やり私たちにくっついてきたのはお母さんじゃないですか。私はお母さんとなんか一緒に住みたくなんかなかったんです。あんな神棚だってご近所のお友達をお招きした時本当は気恥ずかしかったんです。はっきり言ってお母さんがお社様だのなんだのって言うたびに私虫唾が走るんですよ。雛見沢村を離れるとお社様のたたりに会うなんて妄言、私たちにまで強要するのはやめてください。だいたい沖の宮から引っ越してくる家なんてうち以外にもいっぱいあるでしょ。それも全部たたられるんですか。お母さんの言ってることは支離滅裂なんですよ。お母さんのわけのわからない妄想にはついていけませんよ。お母さん。おばあちゃん、あっちの部屋で一緒にご飯食べよっか。ここじゃ落ち着かないよね。夏美、いい加減にしなさい。お母さん。たたりは本当にあるんだよ。お母さん。はあ。ねえ、お父さん。お母さんもおばあちゃんも、みんなおかしいよ。平気だよ、夏美。ああ、きっと大丈夫だ。お父さん、でも。おばあちゃんは故郷の災害がショックだったんだろう。お母さんだって、ああ言いながらも田舎のことが心配で不安になっているだけだ。だから直に心の傷も癒えるさ。うん。おばあちゃんしばらくは沖の宮に帰りたいって言うかもしれないけど、きっとすぐに忘れるから。うん。だから夏美も心配するな。大丈夫だから。二人のことを信じて今待っていてあげような。もし本当に危ない時が来たら、お父さんが何とかする。
だから夏美は何も気にしないで普通のままでいなさい。いいね。お父さんを信じるよ。これはたたりなんです。お社様のたたりなんです。ひなみざわを離れたからたたりが起こったんですわ。お社様のたたりが。明日のお天気は晴れでしょう。ごちそうさま。部屋に戻るね。ああ。お社様のたたり。あ、お社様、お社様、お社様。たたらないでください。どうかたたらないでください。お社様、家族のものは分かっていないだけなのです。どうか理解のできない哀れな者たちにお慈悲をください。どうか怒りをお鎮めください。家族をたたりからお守りください。お社様、おやしろ様、おやしろ様。夏美ちゃん。え。夏美ちゃん、あなたも祈りなさい。おばあちゃん、何を。いた。な、何するの、おばあちゃん。ほら、ちゃんと夏美ちゃんもお祈りしてちょうだい。夏美ちゃん、たたられないようにおばあちゃんと一緒にお祈りをするの。いや、おばあちゃん、私嫌だよ。
夏美ちゃん、一緒にお祈りをするのです。おやしろ様、おやしろ様、おやしろ様。この子が私の孫の夏美です。どうかこの子をお守りください。さあ夏美ちゃん、一緒にあなたも拝むの。夏美ちゃん、夏美ちゃん。哀れな家族の者をお許しください。哀れな夏美にどうかお慈悲を、どうかお許しを。おやしろ様、おやしろ様、おやしろ様。どうしてもたたるというのなら、この老体にたたってください。たたりはどうか、この老婆一人に負わせてください。私絶対嫌だから。